アホチンで NA 逆転アホクサ、さよなら中日エンゼルス負け。今年はリリーフ壊滅的だな。日ハムの今日投げてた福島が一軍当落戦状って、どんだけ投手豊富なんだ。負けてほしい。ハムさん森原にエスコンのサウナ使わせてあげてほしい。今日も3連打、しかもさよならか。 OP 戦とはいえ開幕直前を考えると辛いな。選手の直筆の名前タオルいいよね。変なフォントの某球団見習いよ。今日も3連打、しかもさよならか。 OP 戦とはいえ開幕直前を考えると辛いな。今年はリリーフ壊滅的だな。日ハムの今日投げてた福島が一軍当落戦状って、どんだけ投手豊富なんだ。負けてほしい。森原さん頑張れ。サウナで整ってくれ。三浦のことだから抑えは森原スタートだと思う。さよなら負け。今年の森原は調子悪そうだな。配置転換するかな。モーリーさんは再調整必要そう。なので開幕ローテから外れそうな。ケイ、石田、森、浜口、みんな中継ぎ控えてもらおう。全然あかんやんけ。やっぱり抑えは安明さんかな。ご視聴ありがとうございました。